こんばんは。皆さん、お元気でしたか？あ、映った。こんばんは。あー、たくさんの方が今日も来てくださっています。本当にありがとうございます。すでに1万人の方、1万1000人の方が来てくださってます。ありがとうございます。ということで、お送りしていきたいと思います。乃木坂46早川セイラ卒業写真記念集、卒業写真集またいつか発売記念スペシャルです。よろしくお願いします。乃木坂46の早川セイラです。すごく今日も衣装変えた、よくわかったね。すごい、買いました、買いました。今日はちょっとちょっともうお気づきかと思うんですけど、アジアな感じのねお衣装なので、アイラインもちょっと跳ねちゃって大人っぽい感じにしてみました。嬉しい。こんばんは。巻き髪、そうなの、今日はなんか大人っぽくしちゃいました。はい、ということでね、この番組は私乃木坂46早川セイラの卒業写真集またいつかが8月29日、あーちょっとあーって言って、スタッフさんが来てくださって喜んじゃいました。またいつか8月29日に発売されることを記念して、配信することになりましたので、写真集のお話をいろいろしていた、いけたらと思っています。最後までお付き合いよろしくお願いします。イエーイ。遊びに来たよだって嬉しい、ありがとうございます。結婚ですか？どういうこと？結婚ではないですけど。はい、タイトルの悲しみ、そうですね、ちょっと悲しい人もいるかもしれないのか、そうなのか。ウェイ、今日も可愛い、ありがとうございます。今日も可愛いってコメントは拾いたいなって思ってます。ということでね、本日7月28日は728ということで、なにわの日らしいです。私もこれ読んで初めて聞きました。なにわの日ということで、番組終了までこれから関西弁になりたいと思います。イエーイ。関西弁で話そうと思ったらちょっと慣れ慣れしい感じになるんですけど、なんかちょっと敬語は話されへんくなるかなって感じなんですけど、そういう感じで喋っていきたいと思います。よろしくお願いします。ええでやって、ありがとう。ありがとう。はい、ということでね、今日そのさっきからちょっとちらっと説明してるんですけど、シンガポールのアジアンマーケットで買ってきた衣装を今日は着てみました。ちょっとご紹介したいなと思います。じゃーん、わーどうでしょうか、可愛くないですか。なんか本当に市場のど真ん中で自分でこれがいいですって言って選びました。優しいスタッフさんたちが買ってくださいました。ありがとうございます。可愛いでしょ、いいでしょ、アジアの香り。そうです、今はアジアを身にまとってます。可愛い、嬉しい。あ、やばい、可愛い、ありがとう。そう、すぐ標準語に戻ってしまう。眩しいです、嬉しい、キラキラ。はい、ということでね、早速このシンガポールの
空気をまとった私の番組ツイッター用のハッシュタグを決めたいと思います。目指せトレンド入りということで、なんかいいのありますか？あ、見て見て、カワウソもいるんです。今日これはシンガポールズーで買ってきたカワウソです。個人的に私もう一小さいカワウソ買ったんですけど、ちょっともう鼻がもげちゃって鼻がもげちゃって、ちょっとこの子第2号になっちゃいましたね。そうなんです。ハッシュタグアジアンセーラー、なにわのセーラーどうしよう、何にしよう。おお、なにわのセーラー、それええやんでもシンガポールっていう見た目すごいどっちやねんみたいな感じやけどなにわセーラー、なんかなにわセーラーすごいめっちゃ人気やん。いいお女神セーラー、ありがとうなにわのセーラーにする。どうしよう、じゃあそうやな、じゃあちょっと決めていきたいと思います。間違えちゃった。ということで、今日はちょっと皆さんのご意見を参考にして、じゃーん、ハッシュタグなにわセーラーやねんこちらでいきたいと思いますどうかなね、皆さんの意見を参考に決めさせていただきました。いっぱいつぶやいてな、お願いしますいいなぁ、めっちゃええやんって、ありがとう。なにわってそんな大阪のど真ん中に出身じゃないんですけど今日はなにわな感じでね行きたいと。はにわって、はにわ、はにわはい、じゃあ今日はね、まあそんないろいろやっていきたいんですけど、まずね、このなぜショールームで配信してるかっていう話なんですけど、皆様のためにサプライズプレゼントをね、また今回も用意させてもらってますということで、画面のカートボタンを押してショップルームをこう見て、ショップルームにて写真集を予約していただくと、特典として限定ポスター漏れなくプレゼントしちゃいますということでね、今日のポスターはちょっと後ろに見えていたんですが、こう、ああ息が合わなかった、こんな感じの、はしゃぎセーラーですいいでしょう、かわいいやろ、こういう感じこんな感じですかね、どうですか。まあそれね、会社で見なくなっちゃうんですけど、かわいいでしょ、綺麗、はしゃぎセーラーかわいい、楽しそうでかわいい、嬉しい、かわいいっていっぱい言われてるありがとうございます。
そうなんですよ。なのであの下のショップカートボタンからショップルームでぜひ特典をゲットしていただけたら嬉しいなと思います。ね、この絵柄は今回の放送だけになりますので皆さんお早めにご予約いただけたら嬉しいですし、ここにはねサインとコメントもつくのでそのコメントも楽しみに待っていただけたら嬉しいなと思います。何冊買ったらいいですか？そうですね、セーラのそうやな、セーラに対する愛情の分だけ買ってもらえたら嬉しいですあ、でもここでね全部買っちゃうともったいないんでね、まあいろんな特典があるのでいろんな特典をちょっとこう何でしょうコンプリートしていただけたら楽しいんじゃないかなとは思います。お願いします728冊かって言ってる方でした。確かにそれもいいかもしれないです鬼かよってそうなの。あ、コンプリート中、嬉しい、ありがとうございます。写真集の出来は何点？100点、120点です。もう結構ね続々と出来上がってきておりますので楽しみにしててください。ということでここからは今日の企画に行きたいと思います。イエーイ。タイトル、ハッシュタグ、当てにならないシンガポールクイズということで、これから写真集を撮影したシンガポールにまつわるさまざまな三択クイズを出すので、皆さんは投票機能を使って答えて楽しんでいただけたら嬉しいです。目指せ全問正解ということで、まあ正解した方にはそうですね、なんか私からのじゃあなんかなんだろう、愛情を込めたポーズを送りたいと思います頑張ってくださいなのではい、余裕やで、ほんまか、調べたらあかんで、あんまりいけんのか。じゃあ早速いきたいと思います。じゃん、見てスタッフさんが作ってくださいました当てにならないシンガポールクイズ、いいですね。ということでじゃあもう早速1問目からいっていきたいと思います。じゃん、第1問、ピン。シンガポールといえばマーライオンですが、シンガポールにマーライオンはいくつあるでしょう。スタートこれは意外と皆さん知らないんじゃないですか。知らんのちゃうどうなんやろ。1つ、3つ、5つ。これはね、当たるかな、当たるかな。私はこれ逆に知らなかったです。5秒前。あ、もう終わります早っはい、ということで正解、あ、皆さんの投票お願いします。おお、2、3つで、その次1、1つで5つという感じで、あーらららら、ら本当にそれでいいんですか皆さん、本当にそれでいいんですか、何やってんねん。正解は3番でしたあーらららら、ら皆さんやらかしてるやん、みんな、なんやろそんな、さっきめっちゃ大口叩いてたやんあー、すごい、もうこれで 25% の人しか正解してないですよ。5個もあるみたいです。私はちなみに2つしか見てないんですけど、マライオンのね近くで撮った写真とかもね、ちょっとこういう感じで、これあの北海道のコウちゃん4さんの限定のポストカードで、こちらの書店さんで、まあ、予約していただいたり購入していただくとこちらのポストカードがついてきますので、よかったらお願いします。
可愛いでしょこれも増えたって言って、増えたんかな、増えてるんやと思う、分からんけど。そうなんです、セイライオンじゃあもうどんどん次行きたいと思います。続いての問題じゃん。シンガポールにある特徴的な形のビル、マリーナベイサンズ、最上階の高さは約何メートルでしょう。1、100、2、200、3、500。はい、用意スタート。どれやろう、どれやろう。ほう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 、お、あ、なるほど、こんな高さなんですね。へえ。ちなみにね、私はこうマリーナベイサンズでね撮影させていただいてるんで、あ、この写真ももしかしたらヒントになるのかな。4、3、2、1、終了です。さてさて、また正解していただけたら嬉しいな。じゃん、おおー、 57.8% が2。すごい、結構さっきより分かれましたね。3、500m、そして最後 100m。 さて正解はですね、2番の200m ですね。約 200m でした。すごい、皆さん結構正解しましたね。セラ何個分、何個分やろもうすごいすごい高かったです。めっちゃ綺麗でした。あ、ちなみにね、ちなみにちなみに表紙もこちら、マリーナベイサンズの屋上にあるあのバーで撮影させていただいた写真なので、こちらもいい笑顔でしょあ、いい笑顔やろ連続不正解、あかんやん全然そうなんです、お酒飲んだの、どうでしょうどうでしょうめっちゃ煽るの臭い、そんな関西弁やねんから、今日はやっぱちょっと煽っていかないと、関西人はな、これぐらいのノリでやらなあかんねん。お願いします何泊したの、何泊した、1、2、3、4、5、6、7、8、9、4泊でしたです結構長いことのんびり行きましたはい、ということで次3番、あ、3番で第3問。シンガポールの水辺で多く見られる動物は何でしょう。1これも白鳥、2カワウソ、3サルやだやだ、投票これねしてくださいけどね、うん、みたいな汗フラグか、いや分からん、もうこのそんなんさ、これだってこれおるからって安直なことやって、また間違えるっていうのは4、3、2、1、終了です。正解はカワウソでした。ということで皆さん結構 66% の方が正解ですね。まあこれ置いててカワウソ、なんかあれ入れましたっけ、カワウソ写真って、はい、入ってますか、本編に、あ、まとめのとか、あ、なんかね、あの写真集の最後の方のページに結構ね、旅のまとめ写真みたいなの結構ずらっとなんかオショットっぽいのを入れてるんですけど、そこにはね、カワウソ注意の看板と私と一緒に撮ってる写真とかもあるので、ちょっとそれ結構お気に入りだったんですけど、ちょっと見つけてもらえたらなって思ってますそうなの、忘れてるんじゃなくてあれなんですよ、もうめっちゃいろんな写真撮ったんですよ、数えきれないほどの
なのでいい写真もたくさん撮っていただいたんで、結構ねどれを選ぶかっていうのですごい厳選したので、あこれ良かったけど入れられへんかったみたいな写真とかも結構多くて、なのでまあ忘れてたんか忘れてたのかもしれないです、すいません、かわいそうです。そして続いて第4問、シンガポールの憩いの場マリーナベイ、マリーナバラッジ、ここで多くの人が行っているとあるアクティビティは何でしょう。1たこ揚げ、2バドミントン、3フリスビー。おお、これは私も知らなかった、行ったから知ってますけど。投票スタート。もう一冊作れるんじゃん。でも結構それぐらいありましたよそうなんです、難しいやって。たこ焼きって言って4たこ焼きって言ってる人、たこ焼き外でできたら結構楽しそうやけどな。ヨガじゃねないって、ないやろヨガはい終了です。さて正解はですね、お皆さんまたまた不正解の方いっぱいいますね。正解は1のたこ揚げでした。そうなんですよ。でね、私そのマリーナバラッジでこちらの白い衣装での撮影もさせていただきました。結構ね、もしかして写真写ってたりするのかな、写ってないか、なんかね、あの、まあ、世界観を出すために多少ね、あの魔法を使ってるんですよ魔法を使ってる方もいて、そうですね、あこちらあの写真集のポストカードなんですか、ポストカードじゃない、ポスターなんですけど、こちらはどちらのでしたっけ、 HMV 渋谷の限定のポストカード、こちらもだから HMV の渋谷の、あの店舗で予約していただけるととか購入していただけるとこれがついてくるんですけど、こちらもね後ろでは結構本当はたこ揚げめっちゃしてたんですよたこ揚げしてる中で結構撮影させていただきました。このポスターでたこ揚げします、本当シワシワなりそうやけど夕日綺麗やろ、あそうなんですよ、前回のねショールームで夕日見れたかお楽しみですっていう話してたんですけど、夕日リベンジして最終日すごい綺麗に見える中で撮影できました絶妙にタコ映せない、そうなんですよ、魔法のおかげでそうなんですよ。セラちゃん肌着ありがとう、ツヤツヤでしょ、ツヤツヤなの私結構あの このその白いワンピースでの衣装が結構私の中でもお気に入りで、そっか他はまだというかまだじゃないのか、まだ公開されてない写真もありますけど、これは最後なのかな、最後なのかな、最後でした、なかったです他はこの白いワンピースお気に入り、これね通常版の表紙になったんですけど、すごくお気に入りでした、好きだって嬉しい、あセブンのセブンポストカードさんが こちらどれだん、サムさんの指示がどれだえ、あ違った、間違いですか、あ間違えたサムさんがあるっていうあの感じで教えてくださったんですけど、なかったですこんなこともありますあの忘れてるんじゃないです、いっぱいありすぎて、まあ、こんな短期間でね写真集用意してくださって、それはもうねバイバイになりますよ汗
そうです、幻のポストカードだったかもしれないです。では続いてはい、第5問。はい、シンガポール名物カヤトースト、カヤジャムとバターを薄い食パンに挟んだものですが、何をつけて食べるでしょう。お、これこれはですね、私も実際に3日目とかの朝ごはんに食べました。どうでしょう、皆さんいけるかな。ワクワクわさびわさびわさびなんてないですよ。あ、やばいやばい、私の虫刺されがね、これさ、虫刺されさ、シンガポールで刺されてさ、いろんなところの虫刺されやだ虫刺されが治んなくて、結構ね、腕とかね、こっちもね、虫刺されがね、治んなくて困ってるんですけど、虫刺されに効くやつ、あ、終わりました、終わりましたそう、まだ残ってるの、こことかいっぱい残って、お1、はじめつ、2、あ、結構1、2、3っていう順番ですね。あらららら、何やってんのみんな。正解は2番、温泉卵でした。うぃー、残念残念正解の方おめでとうございます。そうなんですよ、結構ね、温泉卵っていうか、まあ日本の温泉卵って結構だしの効いてる感じなんですけど、だしをかけるわけではなくっていう感じなんで、温泉卵だけどの、柔らかさをつけて食べるっていう感じなんで、全然美味しかったですね。その日本の温泉卵の味ではない感じでした美味しかったです。ちょうどね、その3日目ぐらいに行った時に、あるよあるよあるよこれはあるよ。このね、この衣装で朝、本当に早朝に、これセブンネットさんのポストカードなんですけど、朝日の見えるビーチで撮影に行って、まあ、海とかも入ったんですけど、この後その時のバスの中で食べさせていただきました。可愛いでしょ、この衣装もすごく。何でしょう、大人っぽくて好きでした。でね、この後そのまた別ビーチなんですよ。そう、これと、あ、これと別ビーチなんですビーチは2カ所とプールに行ったので、ちょっとそちらもあるので楽しみにしててくださいなんでビーチ行ったの？朝日を見に行ったんですよ。朝日の見えるところで撮影したんです。そうなの、ビーチ端をこっちは真っ昼間で、こっちはだから朝の、本当に綺麗でした、朝焼けがこれ水着じゃないですよ、服着てますよこれ服着てるよ、こっちは水着だよ。ちょっと分かりにくいけど、ほらみんな水着好きやなそんな焦らんでええやろそうでしょ。はい、ということで次どんどん行きますよ来てますよ。そうですよ。じゃあ第6問、シンガポールの定番カクテル、シンガポールスリング、色は何色でしょう。 1,2,3 ということで、赤、あ、じゃあ青、黄色、赤、スタート。どれでしょう。ほう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 、なるほどね、難しい。お、これは余裕だって言ってる方がいらっしゃいますね。5、4、3、2、1、終了ということでですね、こちら、お、1、青、赤、黄色っていう感じですね。あー、これもダメですね皆さん。正解は
3番の赤色でした。なんで外すみんな全外しなら任せてくれって言ってるけど、ちょっとちょっとなんでやねん。まあ青い君も黄色も青もいいけどさ、これはですね、赤の夕焼けの色をイメージしてるらしいです。ちなみにね、まあちょっと飲みましたちょっと飲みましたはいちょっとだけね飲んじゃいました。美味しかった、美味しかったです、すごくセラが青が似合う、そうですよね、青が似合うねみんな悩んだよね、難しいよ、私も結構難しいわ。ちなみに食べ物は結構いろんなものを食べて、小籠包を食べた写真も入ってます。すごい美味しかったです。あとね、現地にはガイドさんもいらっしゃって、ガイドさんの本当に日本の方なので、日本の人の口に合うお店を紹介してくださって、晩ご飯夜皆さんと撮影のチームの皆さんと行かせていただいたんですけど、すごいなんかペーパーチキンのお店がすっごい美味しくて、チキンがなんかふわふわで、だからちなみに関西の難波にあるみたいな話をしてたので、ちょっと大阪に帰った時はそこを食べに行きたいなと思ってるんですけど、ちょっと皆さんもよかったら調べて見に食べに行ってください。チリクラブ食べたって、あ鋭いですね。チリクラブ食べました。そしてその写真もあります選びましたチリクラブ食べましたよ、めっちゃ美味しかったです。もうなんなら一番がっついたんじゃないかなレベルで食べてましたよね私チリクラブを美味しそうに食べてる写真も、写真集の中の写真選ばせていただいたので、カニなんですけど、エビチリみたいな感じのカニチリなので、チリクラブ美味しかったですそうですね、あとはまあアフタヌーンティーとかも食べたりして、これ牛の書店さんのやつなんですけど、いい感じでアフタヌーンティーでケーキ食べてるわ私は、ね、ケーキというかミルフィーユですね、食べてすごい美味しかったんですけど、この時ね撮影のそのアフタヌーンティーのお店に入れるのがなんか4人だけでなのでじゃあ最低限のスタッフさんしか入れないってなった時に、まあ、カメラマンさんと私とメイクさんとあともう一人書店じゃないの面倒者のスタッフさんと4人で行ったんですけど、なんかすごい不思議な空間だったんですよね外で見守って本当に見える位置の外から他のマネージャーさんとかがこうやってずっと見えてる中で撮影して、すごいね現地のそのお店の方は何だろうっていう感じだったと思います外で待ってるみたいな選ばれしようにそうだったんですよそうなんです、私だけね結構やっぱちょっとラグジュアリーな雰囲気に合いそうな格好を私だけしてたのでなんかそれもまた変な感じでもうシュールでした、面白かったです授業参加、でもそんな感じだったかもしれないですね続いてどんどん行きましょう、ちょっと結構いっぱいあるんですよ、あ、やばいやばい、関西弁忘れてますって今カンペで怒られました、そやな、関西弁でいかなな、何人で撮影したの？結構たくさん、何人でしたっけ ?8 人、9人ぐらい、まあ、現地のガイドさんもいたりいなかったりも結構したのでたちまちだったんですけど楽しかったですでは続いて7問、
チャイナタウンの広場でおじいさんたちが集まってゲームをしていました。そのゲームとは何でしょう。1、囲碁、2、チェス、3、将棋、スタート。これはですね、そうですね、あ、そうですね。これはなんかね、すごいよくなんか海外のドラマとか見てると、やっぱなんかそういう文化が多いところとかあるじゃないですか。だから広場でフリーにできるところみたいなのを実際に見て、すごいあったかい場所だなって思いました。あ、終了です。ということで、おお、すごい、なんか結構割れてますね。2、チェス、1、囲碁、3、将棋。あーあーあーあかんやろみんな。正解は3番の将棋でした。これ難しいよな。でもなんかシンガポールって結構ヨーロッパなイメージあるけど、まあほらみんなチャイナタウンって書いてるやん。将棋やってむずいわやって全然当たらない。そうですよね。そう、チャイナタウンはね結構いろいろあって、もうお土産とかも買うところとかもあったし、ドリアンめっちゃ売ってました。ドリアン売ってて、ちょっとでも匂いとか気にして食べなかったんですけど、いつか行ったら食べたいなと思いますし、あとはね、名探偵コナンの壁画、なんか壁に描かれてて、実際に声優さんの書かれたサインとかもあって、ちょっと私個人的になんか、わあコナン君だと思って写真撮ったんですけど、本編では使われてないんですけど、すごいそういう感じで普通にプライベート感覚でも楽しんで、楽しい撮影でした。そうなんですよね、マリナベイサンズが爆発するあの映画ね、そうなんですよ。では続いてどんどん行きましょう。あ、ちなみにね、チャイナタウンの HMV さんでのこちらのポストカードはですね、チャイナタウンにある市場で撮影させていただきました。で実際にねこちらでチリクラブとか選んで食べたので、ちょっとよかったら行く際は遊びに行ってみてください。同じとこで撮影してもいいですよ。わかんないですけど楽しいと思います。シンプルに可愛い、嬉しい、ありがとう。では続いて、はい、第8問、シンガポールの街並みを、水の上から眺められるリバークルーズ、クルーズで巡る川の名前は何でしょう。1、シンガポール川、2、ラップルズ川、3、マリナ川。さあどれでしょう。あーね、どこでしょう。マリーナベイサンズとかもありますし、実際にラッフルズホテルとかいう地名を取ったホテルとかもありましたし、まあ一番王道のシンガポール川早川なんでやねんなんでやねんはい、ということで、まもなく終わります。はい、皆さんどれでしょう。お、2番ラッフルズ川、3、あーまたやりました。皆さん 50% の方が2番を選んで、 80% の方が不正解です。正解は1のシンガポール川でした。残念引っかかったな、私のこの補足に引っかかったなシンガポール川そのまんまでした。ちなみにね、リバークルーズで言ったらこういうちょっと下に、タワーレコード渋谷店さんのポストカードもこちらね、シンガポール側での撮影となっております。いいでしょう、これもいい笑顔ここでも、この日もここで夕日を見ました。夕日カット結構やっぱ多いですね。夕日が綺麗に見える土地だからか、何でしょう、
川の上での夕日、マリーナベイサンズの上の夕日で、あと、マリーナバラッジの夕日っていう、夕日をたくさん楽しめる新州になってるんじゃないかなって思います。じゃあ続いて第9問、シンガポールのリゾート地セントーサ島、車でも行きますがある乗り物で行くこともできます、それは何でしょう。1フェリー、2ケーブルカー、3地下鉄、さあどれでしょう。おお。へ2やな。ほんまに地下鉄ほんまに飛行機、あ、飛行機ないかな。むずいやろ。はい、終了です。ということで正解は、お、2番のケーブルカーなので、おー、結構当たってる、皆さんおめでとうございます。で、実際にケーブルカーでの撮影もしましたので、そちらも入ってるのでよかったら見てください。本編ちょっと新春の中気になるやろ。ケーブルカーでした。じゃあどんどんちょっともう行きたいと思います。最後ですね、10問目ラスト。近未来的な植物園ガーデンバイザベイ、そこにあるスーパーツリー、高さは何メートルでしょう。1、18、2、22、3、27メートルということで、スタート。こちらはですね、先行カットでもありました通りスーパーツリーですね。これですね、後ろに見えているあのちょっと近未来的なツリーに、これを見ると何メートルかなっていうところですね。簡単、お、ついに簡単。まもなく終了します。あ、まもなく終了すんで。すぐ忘れちゃう。そうやねん、結構、お、3番2番1番、あ、正解は2番22メートルでした。 25% の方おめでとうございます。ということで問題は以上です。さあ皆さんどうでした。どうでした、全部当たった人、はーい。赤点です。1問全問正解、嘘、あらららら、らということで、じゃあ数少ない全問正解をしたであろう人いるのかな。おんの、ほんまに。おんのかわからんけど、じゃあちょっとかわいいポーズ撮っちゃおうかな。特別よ、特別よ、みんな不正解やねんから。その代わり、あの、よかったね、得点をゲットしていただけたら嬉しいなと思うので、じゃあちょっとだけやからちゃんとスクショしてな。無理、はい。どうですか。反応待ち、かわいいだって。嬉しい、ありがとうございます。やったやった。はい、ということで、なんとなんと、あっという間の、もうそろそろ終了に近いお時間となってきました。ということで今日もね、本当にたくさんの2万2000人以上の方、本当にありがとうございます。嬉しい。ということでね、またいつか8月29日発売になります。やっぱりですね、やっぱ乃木坂46として、何でしょう、芸能活動として最後の、写真集になりますので、
なんか何でしょう、集大成みたいな感じになるんじゃないかなと思うので、よかったらお手に取っていただけたら嬉しいです。いつもありがとうございます。ということで、もう一度アナウンスさせていただくんですけど、下のカートボタンを押してショップルームから写真集を予約していただくと、特典としてね、今日限定のこの、あ、動かしちゃった、こちらのポスターがコメントとサイン付きでついてきますので、よかったらチェックしていただけたら嬉しいです。22時まで特別ですよ22時まで買えるのでちょっとね見逃しちゃったっていう方でも22時まで大丈夫なので、それもね、ハッシュタグなにわセーラやねんで、ちょっとぜひぜひ皆さんに教えてあげていただけたらなと思います。新種楽しみありがとうございます。ということで、最後終わった後も今日の感想とかをハッシュタグなにわセーラやねんでいっぱいツイートしてください励みになりますのでお願いします。ということで今日もありがとうございました。もしかしたらね、まだショールーム配信あるかもしれないので、ないかもしれないけどあるかもしれないので、遊びに来てほしいなって思ってます。全然関西弁出てなかったなんでやねんということで、ありがとうございました。みんないい夢見てな。おやすみ。バイバーイ。